シュタバイフーンは、オランダのフリースランド州原産の調領犬種の一つである。別名は、フリージアンポインター。現地では、俗称でベーケとも呼ばれている。17世紀頃に誕生した犬種である。80年戦争が行われていた頃に、スペインからもたらされたスパニエル系の犬種と、地元の土着犬を掛け合わせて作出された。主に貧しい農民によって飼育され、 寮から雑務まで一頭で様々な働きをしていた。少猟犬としてはカモやハトを狩るための様々な手伝いをする。嗅覚によりそれらを捜索し、発見するとポインターとしてポイントを行い、主人に知らせた。その後主人の命令により、フラッシングを行い、茂みから鳥を飛び立たせた。飛び立った鳥は、主人が猟銃で撃ち落とし、 落ちてきた鳥を回収することもできる。猟犬としては、ネズミや、ケナガイたち、モグラを自ら仕留めた。セントハントを行って獲物を仕留めるが、地中に逃げ込んだ獲物を捕らえることもしばしばあるため、この狩猟形態は、セントハントでなく、テリアと同じ地中量であるとみなす。専門家も多い。 ネズミは発見次第素早く仕留め、一撃で倒すことができる。毛長イタチは、嗅覚で追跡し、発見すると追いかけて仕留める。イタチが穴に潜り込んだ場合、入り口で吠えるなどして挑発し、穴から追い出して仕留めることもある。モグラも、やはり嗅覚で捜索されるが、発見するとそれがいる場所に穴を掘り、出てきたところを仕留める。農地では、 番犬として、見張りを行うほか、主人の道具の運搬や、課金を泥棒などから守る森金犬、荷車を引く、荷引犬などとしても使われていた。器用なため現在でも、オランダでは、人気のある犬種の一つで、実用犬としてだけでなく、ペットや、ドッグ、スポーツ犬などとしても多く飼育されて親しまれている。しかし、オランダ国外ではあまり飼育されていない。 やや珍しい犬種である。なお、同国原産のベッダーフーンと同じくオランダ国内では厳しいブリーディングプログラムが立てられているため遺伝的にかかりやすい病気が少ない。このことがヨーロッパの真犬剣種ブリーダーに注目され、数頭が国外へ輸出されている。ちなみにスタンダード外と判定された犬の大半は否認。 虚勢された上でペットなどとして譲渡されている。スタビジュインデアドレッセンティースパニエル犬種とセッパー、ポインター犬種の中間の用紙をした犬種である。中肉中背の体格で、首は太め、背は平らである。顔つきは優しく、耳は飾り毛のある垂れ耳、尾はふさふさした垂れを。コートは滑らかで少しウェーブがかった、ロングコートで少し厚みがあり寒さに強い。 毛色は、ホワイトブラック。体高はオス53センチメートル前後、メス50センチメートル前後で、体重は、雌雄ともに15から16キログラムの中型犬。性格は知的で優しく、ま、な七酒深い。子供や他の犬とも仲良くすることができ、人懐っこく一緒に遊ぶことが大好きである。子供好きな一面があり、 人間や犬の赤ちゃんの世話をすることも大好きである。社会協調性や状況判断力が良く、いざという時には頼りになる犬である。献身的で、仕事熱心で、主人家族に喜んでもらうためには、いかなる努力も惜しまない。運動量は普通で、病気にもかかりにくく、初心者にも飼いやすい犬種である。ありがとうございます。